3連休の中日の今日、都内では子どもたちが参加する様々なイベントが行われました。墨田区の江戸東京博物館では、江戸の町人姿の男女が館内を歩き回り、来館者を楽しませました。これは生きた江戸文化を楽しんでもらおうというもので、町人は時代考証により髪型や化粧、服装や仕草などがほぼ当時のままです。会場ではまた東京の下町を拠点に活動を続ける琵琶奏者の川島信子さんの演奏も披露されました。このイベントは明日も江戸東京博物館で行われます。一方、江東区の芭蕉記念館では子ども向けの俳句教室が行われました。これは松尾芭蕉ゆかりの地で子どもたちに俳句に親しんでもらおうと18年前から開いているもので、今日は区内に住む21人が参加しました。子どもたちはまず庭園で俳句の季語探し、1週間前に見頃を迎えた白梅などを観察しながら題材を探しました。自分の感情を短い文で表すってところが楽しいです。この後1人2句ずつ俳句を読み、全員で気に入った句を選び合いました。子どもたちがもっと身近に季節を感じたり、そういう感性が磨かれたりとかすることと、それが日本語とつながる。枝険し、花は優しい、白梅よなど、大人顔負けの言葉選びで早春の雪解けの風景を詠んでいました。